まず101号室へようこそ。ようようここそ。そ。今日は、なんか無制限の、好きなご飯紹介ってことなので、わあ。まずはそれからね、やっていこうかなと思いますけども、その前に自己紹介しましょうかね。ってことで、今日もよろしくお願いします。ほのかでね。ほのちゃん。す。はい、です。はい、小宮山直人です。よろしくお願いします。はい、佐藤祐介です。あれ、なんか久しぶりに見た、ごはっと。ガミさんですか？ガミさん、さん。ガミさん。はい、モカです。お願いします。はい。はい、響きです。よろしくお願いします。お願いします。早速、みゆちゃんがスパチャ送ってくれてる、嬉しい、ね。始まった。ありがとう。響きのパパの当時くらいね。うん、響きパパ今日登場早いですよ。早い。してたもん、登場。でも紹介されますね。こちらの流れで。高血純ですって言って、フルネーム言いすぎですよ。やめてもらおもろい。でもさ、もうあの特殊だからめっちゃ目立つんだよね。画数多いからさ。多いな。珍しいからさ。じゃあ今日はまあ皆さんそれぞれご飯があるのかないのかわかんないですけども、うん、はい、紹介していきます。じゃあそうやな、いきましょう。はい、じゃあ私からいいですか。いいよ。あの、私昼ご飯を4時55分とかに食べちゃって、さっきだね、あんまりお腹が空いてないので、今はないんですけど、後々食べようと思ってセブンイレブンでこちらを買いました。ダダーン。何それ。いや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 、なんでセブンとかにすんのよ。うまそう。スーパーにちょっと思ってんけど、うん、もう気づいたら7時20分とかやったんで、あ、忘れてたと思って。うん、もう、そのさ、たらこのやつ好きよな。確かに、あれだけやろ。そう、あるだけ。しかもあのさ、マヨネーズとケチャップブチュッてやるやつあるやん。うんうんうん。それみたいになってるからめっちゃ楽っていう。すげえ。一人前？ねえ。これ何？一人前？一人前かける2個。ああ、いいの。ぜひ皆さん買ってみてください。うまそう。でもそういうの。はい。はい、じゃあ僕行きますよ。うん。僕はね、今日1500円までやろ。言うんかい。え、なんか僕もそうやと思ってた。なんか制限なしってかさ書いてたから。そう、結構詐欺ってるよ、はい、制限なし。僕はすごいよこれ。うん、なおてやもう踊り疲れてるからね。え、名古屋コーチンやって。あ、名古屋じゃん。名古屋コーチンの卵を買ってまいりました。いいやつじゃん。普通に売ってんの？これをね、これを今日はゆで卵にして食べたいと思います。いいな、美味しそう。美味しいやん。俺最近さ、うん、何？ゆで卵ばっか食ってんねんも最近。確かにそんなイメージかも。なんかな、自分で作ったゆで卵ってめっちゃうまいね。ラオティってなんか全部モサモサにするタイプやっけ？俺片ゆで派。あ、そうやんな。何分？11分かな。あ、長いな、結構。そう。え、だって水の状態から入れて、あ、で、沸騰したら、そっから11分。あ、水の状態から入れる方なんや。そっちの方がいいらしいで、なんか。え、そうなの？あ、そうだよ。な、ベトベトになるって言わへん。ならへん。ならへん。だって熱いとこから入れたらさ、たまに割れたりするやん。うん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 。なるほど、ね、それ防げるよ。なるほど。はい。本日の Today's Use Case Point。 いや、まあ、なんでさっきポイント言うの？あ、そっか。今日はね、お腹いっぱいだったんですよ、僕。うんうんうん、はいはい、で正直コンビニで1500円って1500円も使わないじゃないですか。まあな、そうね。だからもう単純に今欲しいもの
を学生時代の気分になって買ってみました。何？その一つ目がこちら。ドゥルルルプスプスプス。ああ。リプトン。グリーンアップルティー。ユースケって言ったらやでん。もうそういうの。パックジュース。でもね、毎日飲んでた、ずっと。わかる。昔めっちゃ飲んでたわ、ユースケ。学校出たよな、高校の時と。学生時代とかもずっと飲んでたし、うんうん、あの土佐兄弟今 TikTok で流行ってるじゃないですか。え、めっちゃ好き。で、学校あるあるとかやってるんですけど、やっぱり学生といえばこのリプトンを片手に持ってるっていう。わかるわ。わかる。確かに。あるある。まだにやっぱ好きですけど、毎日飲むのはやっぱ糖分なんでこれ、うん。一時期飲まないようにしてたんですけど、今日はちょっと飲んでみました。うん、いや。いいね。マジで買うものがなくて。いやマジでユースケって言ったらそれやもんな、俺。やっぱ俺と言ったらミルクティー？うん。めっちゃそのイメージあるわ。ある。あとなんかね、単純に美味しそうだったんで。うわ、何それ？つけ麺やん。そんなん売ってんねん。食べたい。辛口。お、そんなん売ってんねん。なんか最近あんまりコンビニの飯とか食わないじゃないですか。じゃないですか。わかんないだろうけど。だからなんかこういうジャンクな、ね、ものとかもね食べたいなと思ってるのと、うん、あとはやっぱりそういうの食べた時にチョコラ BB、 いいねいいね、いやいいいいいい、ちゃんともう見えてるしYouTuber っていう感じです。じゃあモカちゃん。はい、私もあの Uber Eats とかじゃなくてスーパーで好きなものをとりあえずいっぱい買ったのね、うん、で今の気分であの冷やし中華を作りました。すごい美味しそう。すげえ。本当に冷やし中華がすっごい食べたくなって、なんかさあるよな、そういう時。最近言ってたやん、冷やし中華食べたいみたいな言ってたっけ言ってた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 よね。あ、あ言ってた、そのあれね、お店のやつね。あ、そう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 。言ってた言ってた。言ってた。食べたくなったから、今日はなんかいろんな食材買ったから、それであ作ろうと思って作りました。いいな。おお。ただ麺から作った？なんでよ。麺から作れよ。作ってない。でもタレは作った、自分で。え？え？すごいな。簡単だった。なんか調べたら。こんな感じで。いやマヨネーズ。マヨネーズはいらん。あ、じゃあひびちゃん。はい、ひびきは、ひびきもスーパーで買ったんだけど、うん、お腹空いてないからまだ作ってない。作ってないんか。作れよそれは。できますできんやんけ。けど、あの、うん、早茹でパスタと、うん、あのなんかおうちパスタって言ってなんか混ぜるだけなんだよねこれ。近づけて近づけてそれ。このかジェノベーゼ。普通に欲しいねんけどそれ。これ美味しいよマジで。ひびきジェノベーゼパスタが好きでさ、でもなかなかバジルから作るとあのミキサーとか使わなかもんでちょっとめんどくさいのよ。うんうん、でだからあのこれおうちパスタジェノベーゼ。美味しそう。普通に美味しそうそれ。いやめっちゃ美味しそう。いろんなめっちゃ美味しい。あ？ペーゼ以外に、そうペペロンチーノとかニンニク醤油とかいろいろある。タラコマヨネーズかなとか、あるんだけど、響きはこれで、ああと新じゃがも買ったけど冷蔵庫入れてる。じゃが買いすぎじゃない？いやだ。じゃあジェノベーゼに。お前さ配信じゃないなもうそれは。何？ジェノベーゼに、うん、あの新じゃがの切ってあとエビ。を入れます、響きはいつも。で、ベーコンとナスとかでも美味しい。あ、なるほどね。でも、ほのかちゃんでも作れるやんって来てる。え、なに？ほのかちゃんでも作れるやんって。じゃあ、ほのかちゃんでも作れるやん。入れませんよ。もうそのふりかけだけ、もうそのふりかけだけは作れる。だから、これのセットです、今日買ったのは。いいね。作ってはいません。はい、じゃあそれではいただきましょう。じゃあ手を合わせましょう。いただきます。いただきます。みとちゃん、みんな。
みんな見とってや。うん、見てるよ。だん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 。だん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 。懐かしいな、それ。だん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 。落ちないので、はけてください。だん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 。ナオティ退出。はい、退出お願いします。茹でましたえこ茹で上がりました。茹で上がり、見てくださいよ、ちゃんと。ほら、茹で卵になってます。すげえすげえ。ほら、中谷コーチンじゃないよね。うん、色変わってない。色変わりすぎちゃう。真っ白なってるやん。じゃあ茹で上がったら白くなんねん、卵。ならんよ。剥いたら、剥いたらなるけど。そんなエビみたいなシステムなの。ないよね。あれだっけ、決め台詞なかったっけ、あの人。うん、言うじゃん。ちなみに名古屋コーチンこれね。でも美味しそう、名古屋コーチンのゆで卵。なんか色が違いそう、ね、黄身の。の、うん、の。やっぱビタミンとか違うんかな、入ってるビタミンの量が。ああ、確かに。栄養名古屋だから。高そう、ね。とりあえず味噌入ってんじゃない。名古屋のイメージ、あーつけて味噌をかけて味噌、お豆腐味噌カツつけて味噌をかけて味噌、おてんに焼きなす。それ知らんかった、名古屋のちゃんに会うまで。なそう、そのリズム有名だ。その名古屋の料理うまいよな。美味しいよね。ビーキューだけ、名古屋の料理好き。嬉しい。名古屋も北海道もうまい。美味しいな。でもどこもうまいよな。まあ、どこもうまい。確かにね。富山行きたい。富山？富山行きたい。行きたい。わかる。食べたい。何食べたい？お寿司。あ、美味しかったな、あれ。はい。さあ、何やっけ？アナゴの白焼きやっけ？ああ、食べたな。美味しかった。美味しかったな。マジでうまい。やっぱ海鮮ってうまいよな。うん、うん。じゃあちょっとコメント拾おうかしら。そうね。俺ちょっと皮むいてる今。うん、からか。ナオティ、ハンドパワーやって。あ、そうだ。何やったっけ。え、そうだよ。ハンドパワーだよ。え、そんな名前言ってたっけ。そうだよ。ハンドパワー。来てますじゃなかったっけ。ミスターマリックさん。来てますじゃなかったっけ。ミスターマリックさんやと。そう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 。あ、来てますもん、そうだ。うん。あ、来てます。来てます。セロがサプライズやんな。あ、そうそうそう。セロ好きやったわ。セロ何やってんだろう、今。めっちゃかっこいいよな。めっちゃかっこいいよ、ね。マジック見んのめっちゃ好きやったもんな、昔。はい、もぐもぐタイム。そうだね。ちょ、俺さ、天麺なのにさ、麺全部入れちゃってさ、大変なことになってる。やばいやん。もう猫ちゃんたち遊びたいモードかな。やばい、もうありとあらゆるコードを引っ掛けて取ろうとしてくる。かわいいね。ということで、次の企画はダダン、リアルしりとりゲーム。イエーイ。はい、この企画はですね、家にあるものでしりとりをします、2チームに分かれて制限時間7分以内にしりとりを何回できたか勝負ということになっておりまして、うん、うちら5人いるじゃないですか。だから1人1回のみパスカの負けたチームは罰ゲームとしてモノマネをしてもらいます。ってなんでモノマネとかいらんって、マジで。グループで分かれてるから助け合いができる。グループで分かれるから、まあ、例えば今日で言ったらナオティとハマが上の段やん、うんうん、この2人でまず何回しりとりできるか、この下の3人で何回しりとりできるかっていうのでチーム対戦する。おー、なるほどね。オッケーなってるので、うん、まあ分かりやすいから上と下で分かれるか、じゃあ今日は。うん、うん、で1人1回のみパス可能で、負けたチームは罰ゲームとしてものまねしてもらいますとのことです、ね、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、じゃあ制限時間7分に。やばいって、7分って結構悪くない？結構長くない？で、1個つながったらカウント1です。1往復じゃなくて1個つながったらカウント1になります。はい、繋がったこれ、です。
これ人数少ない方が不利じゃない？ちょっとな。思った思った。確かにね。それ思った。まあ俺んち何でもあるからな。一番ないんじゃん。断捨離したからもう。じゃあいいです。やんな。はい、OK です。え、どっちからな？どっちから？どっちから？どっちから？上から行こうかじゃあ。ほのか？あ、私。あれ？ほのかから。うん、行きましょうか。はい。じゃあやりますよ。はい。よーい、スタート。はい、はい、はい。何の文字からなんやろ、ほのか。何持ってくるね、はい。アロマキャンドル。おー、ル？おい、ル？ルって何やねん。やばい。ルって何？言ったらルの壁。ルって確かに。でも、僕たちも来そうやな、ルー。ルーって何よ？え、マジでないねんけど、ルーって。なんか、コウさんってやった時もさ、うん、ルでつまずいっすよね。じゃあルーとかさ、作ってもいいやん、別に。ん？作ってもいいわけやろ。作るって何？でも、それあれやろ、コウさんスタイルやろ。作るんやろ。そっか。じゃあな。変える？変える最初のお題。ちょ、変えて変えて変えて。はい、いや、ルーはないわ、さすがに。しばらく。スピーカー。ん？スピーカー。か？か。おいおい、なんで怒ってんねん。スピーカーです。か、はい。ちょっと待って、ほのか、ちょっと難しいかもしれんけど、いい？いいよ。はい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 。あ、大丈夫かも。はよ、はよして。一応さ、ガラスとかオッケー。ガガ、点点。大丈夫でーす。はい、ガラス。ちょっと待ってや。スーやったらいけるやろ。俺簡単にしてんで、今。ルー来たときどうしよう。いや、ルーはな、ちょっとあかんで、たぶん。スーおいスはい、オッケーでーす。最新。大丈夫かな、ちょっと無理やったら変えるわ。払いました。スプレー。スプレー、レ。無理やったら言って。でおもろいな。で?2 分経過。で?あと5分あるね。ない？で。なかったら数でまた変えるけど。ちょっと待って、レガナ。それは曲のダンスですね。で、あ、変えて、数で。じゃあ、同じやつありか。分かった、ちょっと待って、分かった。ちょっと待ってや。はい、ちょっと待ってや。レシート。おー、すげえ。すごい。おー、いいね。OK。いい？早い。すごい。テンポいいね。いい。無理かも。椅子。おお。椅子の壁来た、また。はい、3。いけるかな、スマホ。はい、大丈夫です。いける？ほうやんな、ちょっと待ってな。これ7分長えな。長い。おお。ほう。ほう待って、ほうやんな。ほう。あ、待って、わかった。おゆうすけ、飽きてんちゃうぞ、おい。いや、ちょっと段取りがさ。おい、楽しめ、俺らのしりとりを。クリーム、保湿クリーム。保湿クリーム？む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 むむむむむ。あ、ほうじ茶ね。みんな、よ、すごい。あ、これみんなに教えてもらえばいいんや。みんなも思いついたら単語バーって送ってもらったらヒントなるような、だいぶ。確かに。はい、4。おい、下のチーム、それみんなよ、絶対。やるときみんなよ。む？何だっけ？む？む。む？む？虫は虫。虫なんか家にないよ。無比は無比、無比ない、無比なんかないよ俺。虫除けスプレー。虫ばっかやな。無料券。
表現もないよ、俺。んじゃ、うん、それ。ほんまや。ほんまや。待ってよ。あ、麦じゃないん。あ、待って。はい。ムスク。あー、ムスク、ね。あ、いいね。いいね。く、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 くし。おぉ、はい、なんてし。ジュニアでな。しよう。お、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 あ、お水、お水。ズーかスーでいいの。私。ん ?5 分経過です。ズーかスー。ズーかスーやな。またスーやん。ズーでもいいんちゃう、意外と。ズーってなんかある？ズー。ズッキーニないっしょ。あったら怖いわ。なんか日々顔赤くね。あ、赤い？照明ついてないからかな。なんかピンクっぽく見えんな。全体的に見える？おお。プー？プープー？プーかふ。プー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 かふ。プーか、プーってなんかあるかな。あ、変えようか、俺。うん、変えて。ラスト1分です、ラスト1分です。テラみたいな。あ、待って、あった、ちょっと、プーにして、プーにしていい？うん、プーにして。めっちゃ俺自分のもの出してるやん、俺。テラ見して、テラ。おい、こっち見ろ、こっちよ。テラもう寝るモード。俺を見ろ、ゆうつけ。ゆうつけ、俺を見ろ。はよせはよせ。待てや。いやこれさ。うん。はい、ブーマ。おお。いいね。はい。ちゃんと告知入れてくる。はい、マキシの指輪。え？わ？マキシの指輪。わ？ブランドね。わ？テラ。おい、俺呼べ。なんで？わわ。わ？本当だ、響きなんかピンクい。輪ゴム、輪ゴム。はい、終了です。じゃあ輪ゴムまでです。はい。結構いった？最後らへんめっちゃいってた気がする。めっちゃテンポ良かった。めっちゃいったよ、これ。うん。あ、バリ頑張ったもん。はい、じゃあそしたら、結果発表は後でのほうがいいですよね、これ。はい、後でしてください。はい、後にしましょう。あ、炎が一番最初なんだっけ？ガラスの前。え？キャンドル？違う。あれ、これスピーカー。あ、スピーカーか。そうだそうだ。スピーカースタートね。OK でーす。はい。さあ、続きまして。おい、コメント頼るなよ、下チーム。絶対コメント見るぞ、この下チーム。ほんまずる賢いやつらやからな。ゆうすけくんから行く？あ、どっちも。じゃあゆうすけから行きましょうか。オッケー。はい。じゃあ、制限時間7分間です。おい、スタート。じゃん。コントローラー。ラ、モカ？モカ響きちゃってるの。うん、あ、モカじゃん。ラ。あ、ラ？ラ？今から新しく買ったラストオブアスをやりたいと思います。え、ラーって何かあったの？ラー油とかないん？ラー油ホラーゲーム？そう。へえー、面白そう。ラー油しか思いつかない。おもろい。準備しとかな。誰か実況してる？出たばっかり、昨日。あ、そうなんや。誰か実況したら見よう。ラップ。あ、いいやん。フカップ、ラップ。プカプ？あれ、これ番宣のチャンスじゃない？番宣のチャンスか。お前、番宣のチャンスかよ。いいの？同じので。いいやろ。お、テラ。あれやろ。プーマ。お、入れてきた。プーマ入れてきたね。何来るだろうな。超バリ時間の無駄やん。めっちゃ探してる。めっちゃ落ち着いてる。早く。ま、ま。
まあとかめっちゃ歩くな。あ、うん、おっと、お、どっか行った。どっか行く姿丸見えっていう。おいいね。あ、マスクね。く、最近取り入れてるね、そういうの。く、く、一枚無駄。もう使えんのそれ。明日使えばいいじゃん。クリーム。おー、いいね。む。む。むってむずいで、めっちゃ。む？響き、まず。む？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 むしかない。む？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 いや、むむずいんよね。む？む？む？むないよ。あ、すごいな。あ、無比は無比。響き無比ない。無比。無比なかった気がする。ちょっと一応見るわ。とかもさ、すごいな。もう。ムール貝とか、絶対ないやろ。おしゃれすぎ。あ、ムースあるんじゃん、ムース。あ、ムース。無比。おお。え、すげえ。あんの？あったよ。蒸し出されるかよく。すげえ。はい。3分経過、3分経過。早い。と思ったら、ナオティたち早かったな。早い、だいぶ早い。かな、一緒ぐらいちゃうでもな。うん。どこ？で、なんか割とつながる言葉一緒やな、やっぱ。確かに。うん。もの、限られるやん、あるやつが。ヒーか。ヒエピタとか。あ、え、物じゃなくてもいいの？うんうんうん。ん？イエーイ、君に会えてよかった。弾き語り。あー、なるほどね。リ？そういう感じ？おもろい。リリリリリってなんかある？リリリアリアリヌ。リ、リンゴはリンゴ。四分経過。リ、うわ、めっちゃ簡単なあるもか。リとかめっちゃ、ね、コメントいいの来てるよ。コメント見たらいいね。毎日使ってるから。リップ。お前、めっちゃ近いところにあるやん。プー来た。またプーじゃん、響き。またリやろ、ちょっと待って、もう次服で行ったら服で。ああ、服。おい、敵チーム、おい。あ、じゃあじゃあ、じゃあじゃあ、そういう意味じゃない。服のプーマってことやった。そしたら意外と服の服やった。服。服。おい。車。アイアンマン。じゃかわいい。マグネット。タラも。何それ。タワイやの？なんなんこれ、なんかもらってんな、マグネット。5分経過。お、走る走る。トイレ。おい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 。トイレ。俺か。危ない。すごいうち公開してるわ。なになになに、なんか暴れてる、なんか暴れてる。え？ほら、やめてもう。レレレレレレってなんか、あー、なるほどね。みんなあれ持ってきなよ、あれ持ってきな。レ持ってこれるか。レントゲン冷蔵庫、レントゲン持ってくんの。はい、6分経過。 あれでいいやん。レモンサワーとか。あ、何、レモンサワーあるやろ。レネと枝豆。おー。ね、ね、ね、め、め、あ、あ、あるあるある。め、もし、メガネ？もしメガネ持ってきたらかけといてな、ずっと。もっとかけや。
いやいや。かけとかなあかんで。薬。何？目薬？リ。リ？メガネにしろよそれは。はい。あと30秒でーす。リ？リー？あー。リージョン食事。リージョン食事。あー。んがついちゃうよー。あでもいいんじゃない？もうだって時間的に。はい。あと10秒で。そうやってオッケーとみなされへんくない？あ、そうなんだ。あ、あ、あ。だってもう、それがもうアウトってことやもん。リンス。おお。いや、いや、別に走らんでいいから。もう優柔だよ。はい、じゃあそれでは結果発表でーす。はい。どうだろう。では、じゃあまずナオとほのかチーム、いきます。スピーカーから始まってガラスからカウントしていきます。ガラス、スプレー、レシート、時計、椅子、スマホ、保湿クリーム、ムスク、櫛、塩、お水、スープ、プーマ、マキシの指輪、輪ゴム。16個でした。16個。お、結構いったやん。結構いってる。はい。そして、ゆうすけ、響きもかチームいきますよ。コントローラーから始まりまして、ラップ、プーマ、マスク、クリーム、無比、弾き語り、リップ、服、車、マグネット、トイレ、冷凍枝豆、目薬、リンス。14個。ということで、ええ負けた。やった、うれしすぎる。やった、やった、やった。これめっちゃ嬉しい。はい。ということで、勝利チームは、ふやぴー。勝利チームは、なんと、なんと、長いな。あ、勝利チーム言わへんけんね。なんや、なんや、それ。モノマネ、お願いします。え、なに、ふやぴー。あ、マキシチーム、モノマネやって。じゃあ、一人ずつ。うん、じゃあ、もう一回行くね。はい。おい、来たろ。見てない？見てない。見てない、モカちゃん。え、嘘やん。あれ、え、モカずっと子供の真似で生きてきたで。モカ絶対見てないやん。ない。え、何が？モカめっちゃギリギリの来たろ好きやった。あ、好きやったんや。うん。もう全部好きな妖怪言ってみ。え？好きな妖怪言ってみ。え？なんかいつあるちゃう？いるやん、隣に好きな妖怪。いったんもめん。お前好きやん。いったんもめん好き。お前、俺の体が薄いからってお前いったんもめんって言ってんのか、おい。おもろい。次誰やかな。俺。じゃあゆうすけ行きましょう。じゃあ佐々木さんが人から責められてる時のモノマネ。わかんねえ。お腹も再現してね。お腹の感じ。いや、俺らしか分からんから。俺らしか分からんから。佐々木さんやわ。出すぎやろ。じゃあ最後、響選手お願いします。じゃあ響のあの得意なモノマネいきます。うん、僕スタート。出ろ出ろ、お花入れ。出ろ、お花、酒。似てるよな、でも。響く。似てるくない？分からへんもん、俺。響きもあんま分からんけど。似てるよ。ノッティが思うスティッチやって。俺が思うスティッチ？ノッティスティッチ知らないでしょ？見たことないねん。やってみて。でも、モノマネしてる人は何人も見たことある。はい、どうぞ。関西、奥、妖怪。人間仲良くなりたい。怖
怖い、こんなスティッチ。え、スティッチって妖怪なの？妖怪ちゃう。何やったっけ？エイリアン、エイリアン。エイリアン。あ、エイリアンか。でもさ、響きめっちゃさ、なんか普通何でもない時もさ、スティッチのモノマネ用してるような響き。やってるよな。上手くならへんの？じゃあ本気で練習してんだって、響きだって YouTube 聞いてよく練習してるのも言える。やばいよ。僕スターツ。やめてた。あ、今のは。僕スターツ。レド、お反応すっげー。これはクオリティ的には何点ぐらいなの？ 10 点満点。40点。10点満点？え？10点満点やったら。うん。3点。え？え、そんな知らんしょ。俺知ってるよ。8点。お前、俺、小学校の頃、ディズニーチャンネルで毎日見てたし。やってみて。ユースケのスイッチは？え？やってみて、やってみて。ちょっと回線。つながってる、つながってる。でかいな。めっちゃつながってる。すごすぎ。回線でかい、それ。そんな綺麗に止まらんから。おもろいなぁ。やばい、なんやばい。トンチョン。トンチョン。トンチョン。ってことで、何やったっけ？なんちゃらしりとりでした。はい。あ、いっぱい来た。あ、ネギ、ネギくん、指ハートしてほしいって、ネギくん。ほんとだ。いつも元気くれてありがとうだって、まさきちゃんから。ありがとう、逆に。いつもありがとう。りゅうくん、今日もほのちゃんかわいいだって。ありがとう。え、なにくんって言った？りゅうくん、ありがとう。カレンちゃん、ゆうすけくん、すっき。すっきやって。みゆちゃん、ほのちゃんの写真集予約したようだ。うれみちゃん。ありがとう。嬉しいね、今日もね。うれみちゃん。ありがとう、みんなほんま見てくれてね。ありがとう、こんな夜配信。はい、私たち6月24日、あと4日後にですね、ワークイットアウトリリース。イェーイ！配信ですね、こちら、配信シングルということで。今回はですね、まあ、ちょっとこのご時世ということで、まあ、コロナだったりとかで、まあね、豊洲のライブもなくなっちゃったりだとか、いろいろね、決まってたライブも中止になったりとかもして、結構うちらもこの期間結構落ち込んだりしてたんですけども、うん、まあ、皆さんから結構励ましのメッセージだったりとか、うん、いつになるか分かんないけど会えるの楽しみにしてるよとかね、もらったりとかもして、まあ、普段はうちらがこう皆さんに、なんだろう、元気をこう届けないといけない立場にいるのに、逆にね、この期間で皆さんからすごい元気をたくさんもらったので、うん、こんな場合じゃないということで、うちらもちょっと皆さんに恩返ししたいなっていうタイミングでですね、うん、なんとデフテックのマイクロさんから、はい、ワークイットアウトという曲をいただきまして、まあ、このタイトルはですね、ワークイットアウト、まあ、うまくいくっていう意味があるんですけども、うん、まあ、本当にこのコロナ期間でうちらが考えてたその心の感情だったり思っていることがもう全て詰まった曲になってて、まあもう本当にね、マイクロさんからもううちらにちょっと手紙を書いてくれたんじゃないかってぐらいの、もううちらの感情が全てこの曲に詰め込まれていますので、はい、ぜひ皆さん、聴いていただきたいなと思います。6月24日います。はい、そしてですね、 LINE ミュージック限定でワークイットアウト配信スタート後に、一番聞いてくれた方、再生回数上位20名の方に LOL メンバーとオンライントークということで、イエイ、たくさん再生していただいた方、20名の方に、うちらとオンライントークできるという、この企画がなんとやります。イエーイ、みんなたくさん聞いてください。お、これちょっと理解できたかな、みんな。だから響きが、うん、もしあれ1日もワークイットアウトをめちゃめちゃループしてて、うん、それを毎日毎日やってたら上位に入りやすいってことだよね。そうそうそう、そしたら、うん、うちらとオンライントークができるよっていうあれだね、うん、そう、だからうちら対1人ってことで5対1で一緒に喋ろうよみたいな企画になってますので、はい、ぜひね、聞いて
さん聞いていただきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。歌詞な、もういっぱい聞いて歌詞も覚えちゃってほしいよね、もうね。確かに。それぐらい聞いてほしいわ。うん、いい曲やで。うん。うん、はい。続きまして。あ、そしてですね、私の写真集発売日がですね、7月28日に決定しました。イエーイ。タイトルを発表したいと思います。タダーン。ほのか。名前なんだ、素敵。そう、漢字一文字でほのかっていう感じにしてます。あ、それほのかって読むんや。もともと生まれた時にこの漢字にする予定だったんですけど、うん、それができなかった、できなくて、まあ実はひらがななんですけど、普段はね。うん、だから今回は写真集ではその漢字を使いたいなと思って、この漢字を出してもらいました。うん、素敵。すごいやん。素敵やん、なんか。ね、素敵やん。素敵やん。はい、7月28日も予約スタートしてるので、ぜひ。お願いします。うん、はい。あと1個。これやろ？これやろ？あ、ホームページもありますから、ぜひ皆さんお願いします。Amazon で予約後、宝島社ホームページ応募フォームより Amazon 予約番号を入力し、応募していただくと、撮影で使用したサイン入りマニキュアと、サイン入りチェキを、5名様に。そんな前向いてへんからやめて、マニキュアとね席もありますので、ぜひ皆さん、うん、この後エロエログループツイッターにて応募フォーム含め詳細も投稿しますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。チェックしましょう。はい、続きまして、6月26日金曜日9時から、スマチルに出演決定します。イエーイ。ライブアプリ内での配信、前回もやったことあるよね。はい。ぜひ皆さん、17ライブアプリダウンロードしてみてください。はい。ちょうど来週ですね。そうだね。このアーカイブは、6月26日金曜日、8時に YouTube エロールチャンネルにアップしますので、ぜひ皆さん、なんか YouTube チャンネルなんかダイジェストなんだよね。そう、ちょっと短いやつがアップされてるね。だからいいシーンばっかり詰め込んだ感じのシーンになってると思います。そうです。見てください。見てください。はい。そして次回、101号室ようこそなんですけども、自粛が解除されてきましたので、企画内容を含めリニューアル予定です。おい。配信再開を改めてご案内しますとのことで、まあ、結構ね、うちらずっと家から配信してきたんですけども、もう緊急事態宣言も解除されたということなので、次回は、まあ、いつなるか分かんないんですけども、5人集まってやりたいなと、私は思っております。やろうぜ。5人で集まって、久しぶりに配信したいよねっていう、うん、スタッフさんと今話し合ってますので、ぜひ皆さん、お楽しみに、うん。はい。はい。お楽しみに。はい。そしてあ、もっと終わり。ということで、来週は101号室ないと思うんですけど、その前日にスマチルがあるので、うん、はい、一応配信では皆さんとお会いできるということなので、ぜひ皆さん来週金曜日かな、また会いましょうということで、あと4日後にはワークイットアウト配信されるので、ぜひ皆さん。たくさん聞いていただいて、オンラインね、会えるのを楽しみにしておりますということで、本日も1時間ぐらいありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。マコ。